どうも皆さんこんにちは、オレンジくんです。タコです。オヤです。そしてブンブンハロー YouTube、 どうもヒカキンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんと今回ですね、もう生きるレジェンドをはるかに超えたヒカキンさんに来ていただきました。そうだね、フォートナイト界のレジェンドとはね、自称言われてるからね。ヒカキンさんって天空って行かれたことありますか？そりゃ僕くらいになるとね、ないよね。ってことは今日初ということで、天空になんかちゃんとやったことは多分ほぼないですね、ガチで。あ、じゃあもう奥の深さと伝えられたらなと思います、はい、天空の面白さと。お願いします。なんとなく建材がいっぱい必要なんだろうなっていうくらいしか分かんないです。いや、もうその通りでございます。あ、分かった、あそこだな。さてはあのなんか木材がめっちゃある、あのなんかハンバーガーマンのいるところ。お見通しでバレてますね。合ってんだ。合ってます。やっぱあそこなんだ。あそこが強すぎて、やっぱ木材一瞬で振り切れるから。はい、そうなんですよ。よし、いきます。よろしくお願いします。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 あ、どうぞ。クリエイターサポート O R E O J。 まあマップの航路で言うと、はい、うん、まあ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 。さすがレジェンドを超えた男。マップで。ここですね。オッケー。ここです。今回はいつもの3人と。超スペシャルゲストであるヒカキンさんを迎えて最強の天空を作っていく。とりあえず僕とヒカキンさんとタコはこの場所に行きます。ちょっと待って、アイアンボーヤー。何そこ、そこ何それ。アイアンボーヤーは建材の石を集めに行きます。今回の作戦を簡単に説明しよう。ヒカキンさん、オレンジ、タコの3人は天空に欠かせない資材を大量に集めるべく、木材の宝庫ログジャムウッドワークスに降りる。坊やは少し離れた海辺に降り、魚やレンガを集めてもらう作戦だ。これが僕たちが考えた天空最強フォーメーションです。なるほど。はい、それでじゃあまた最後に残った人をイラつかせて勝つというやつ。でもあれじゃ早くバレちゃうとやばいとかありますよね。そうなんですよ。やっぱりちょっとバレちゃうとやばいんですけど、この天空実はバレる前提で動く天空なので、ちょっとということは強度が高いんだな。そうです。さすがは生きるレジェンドを超えた男、察しが良すぎる。そう、今回の天空は防御力、回避力、機動力、全てを兼ね備えた最強の天空。果たして4人はそれを作り上げることはできるのだろうか。あ、てか俺なんか普通になんか宝箱開けるんだけど、これあんま意味ないんですよね。あ、でも回復最後ちょっと耐久になっちゃうので、はい、ちょっと持っといていただけると回復とか嬉しいです。はい、よかった。あ、耐久があるのか。そうなんです。あの、またヒカキンさんに魚食べてビクロイしてもらおうかなと。魚。アレルギー。トラウマがあるんですけど、僕魚に対して食べ過ぎてアレルギーになっちゃって、すっげー苦手なんですよあれ。スモールフィッシュじゃなくてフロッパーとか僕が作って。あ、よかった。この天空企画収録前に魚を食べ続けていたヒカキンさんは、なんと魚アレルギーになってしまっていた。え、なんか撃ち合ってね。お、うわー、敵が、敵いますねこれ。こうなるとやばいです。まあでもね、僕も動けますから。あ、そうですね。もうここはヒカキンさんの力を。おし、めちゃくちゃやばい。大丈夫、やばいです。ちょっと待ってね。はい、イエイエイ、フロッパーの天ぷらだこの人。魚を天ぷらにしてアレルギーを克服したヒカキンさん、しかしさらなる敵が3人を襲う。あ、待って、向こうにいるね。向こうにいますね。戦闘燃えてきたぜ。よし、行きましょう。どこだ。
戦う意味もないから渋っ。あ、来ました。なんかいけそうだね、この人たち。あの人たちはやっちゃってもいいかもしれないです。いきましょう。はい、1点。ヤンキー、おー、すごい。うわー、うヤンキーです。一発当てた。ナイスです。ヤンキーが、あっちの手にしてあげるよ。あー、してあげるよ。一人ダウンしたかな。やばい、一人ダウンしました。ありがとうございます。あー、こっちも一人ダウンしました。はい、お願いします。2人目ダウン。うお、やばい、強すぎる。あー、やばい、やばい、やばい。ヒロキンさん、お願いします。なんと、なんとスペシャルゲスト任せ。さすがはオレンジ一味、戦闘をすべてヒカキンさんに任せていくスタイルだ。坊や、早く戻ってくるんだ。うわー、なんか愛用めちゃくちゃ言う。あやー、坊や、坊や、あや、あやー、坊や、仕切り直し。2試合目も同じく木を集めていく。また襲撃されるのだろうか、怖いね。よし、集中しよう。ヒカキンさんの豪華すぎるナレーションに震えたところで、ついに4人は動き出す。お、ここか。お、ギリギリだ。ギリギリですね。なので、ちょっと待ってくださいね。これは悪くない。あ、すごいいいですね、これは。こっちから行きましょうか。ちょっともう行きましょう。はい、はい。この青ピンの方に。え、そういうことか。はい、この立ち回りです。私は名探偵ヒカキン。お、何をしたいのか分かりましたよ。さすがでございます。あえて外して。そうです、ここに根元を立てると。はい、すげえ。で、回復とか僕ないんですけど大丈夫ですかね。回復を今坊やが釣ってるので、それを。ああ坊や。もちろん回復への配慮もバッチリだ。え、ちょ、なにこれ。ちょ待って。これ螺旋階段。見たことのない踊り場があるんですけど。ここでバレなければいけます。え、これなんで、これわざわざなんかこれカールしてってんですか。カールっていうかな、このこれは、あの、階段で行くとめちゃめちゃ見えちゃうじゃないですか、こう長い距離で。真上に積むことによって、あー、隠したいっていう、できるだけ。そういうことか。あ、ここでね、はい、一応この1マス分というか、1マスに、はい、収めたいというか。やばい、俺ただ登ってるだけなんですけど、階段を。なるべくインコースを狙ってもらって。そうですか。ちょっと、でもちょっとなんか壊したくなってくるけど。やめとこ。もう飲まれながら行きます。え、ま、マジ。はい、やべえ、待って、俺、ちょっと待って、焦ると落っこちそうで怖い、これ。ちょっと待って、これは、どこまで行ってんの。全然登っても登っても一番上まで行かないんだけど。よ、酔ってきそうですもん。いや、吐いちゃった。なんか真っ直ぐになった、なんだこれ。うわうわ。いきます。大丈夫ですか。これで天空つきました。あ、これでもう高さマックスみたいな。これ高さマックスです、もう。やば、うわ、やば。うわ、やば。え、あ、そっかそっか、撃たれたとしても根元はあっちだから。そうなんです。でもこの辺で撃たれるのがちょっと怖いですね。怖いんです。ここがちょっと怖いんですが、今2収縮なので、こっからちょっとトリックがあります。え、あ、網網とかですもんね。はい、4人は無事に天空まで来ることには成功したが、これでは床を1枚破壊されただけで全員落とされてしまう。もちろんここからが最強と言われる天空の始まりだ。あの、ヒカキンさん、はい、この壁を、はい、あの、元から編集する仕方ってわかりますか。こう、元からこう、なんかいつもなんかなっちゃって直せんくなってもう終わったってなるんですよ、それ。できました、できました、僕も。これで、これを、ま、後で使います、これを。いいですね。わかりました。はい、もうじゃあ普通の壁は僕出せないですけど大丈夫ですか。大丈夫です。わかりました、お話しください。で、ちょっと行きます。OK です。これで3個目なので、こっちちょっと戻って、はい、この辺からちょっとこう、え、あの、なんてなんてなこの辺からちょっとこう
これが網網の由来なんですけど。アンチの3収縮目が閉じる少し前に、嵐の中に入る部分から軽く天空を広げていく4人。少しずつその全貌が明らかになっていく。アンチさえ運が悪くなければいけるかなっていう感じですね。がっつり離れちゃうと厳しいです。そっか、これで補強できるって知らなかったな。そうなんです、ね、あ、いいか、急いでください。これ間違えて床ないとこに。危ない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 。アンチがちょっと遠いですね。ちょっと待って。よし、じゃあここからはもう網網で行くので、ヒカキンさん、ここのこう真ん中を囲う、はい、こう役をしてほしくて。わかりました。僕がガーッと行くので。はい、じゃあ私たちは周りをつけていきます。間違えて俺なんか打ってぶち壊しそうで怖いな。あとはアンチがちょっと遠かったっすね。そっか、ちょっと現在がだから足りるかどうかか。ちょっと節約しようか、はい、気持ち節約気味でもいいのかもしれないです、うん、ちょっと遠かったので。じゃあちょっと、じゃあ、 両サイドだけとかにします、これ。あ、はい、そうですね、うん、そうしましょう。両サイドだけにしましょう。あ、怖え、これ横歩きでカニみたいにこれ横歩きでこうやって片側だけやっていこうかな。はいはいはい、よしよしよし。この道10年やってます、私これ。ベテランです。あー、危ない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 。ヒカさん建築です。、はい、もう慣れたもんですよ。慣れたもんですね。もう残りは11人、3パーティー。地上にいる敵さんが激闘を繰り広げる中、4人は上にいた。でもこれだとちょっと網網究極体ではないんですよ、実は。まだヒカキンさんにまだお見せしていない究極体がございまして、それはちょっと現場で現場でやりたいなと。なんか撮ってあるな、さてはまだ。究極体に移る前に4人は資材を均等に分け合い、この天空の最終奥義に移る。ここからは床なしのこれだけです。え、どういうこと。ここに登っていただいて、ここに登ってこういう感じで。危なすぎやろ。いや俺も落ちないようにしてくださいね。落ちないでください。え、ちょっと待って、嘘でしょ。究極体っていうかただの追い込みじゃん、自分。え、撃たれた今。ついに天空にいることに気づいた最後のワンパーティー。しかしこの段階に入ってしまえば崩すのは至難の業。壊れるのが先か、はたまたアンチが締まりきるのが先か。おお、撃たれてる。やべえな、結構撃ってるな奥。あ、やばい、奥打たれてますね。これはきついか。案外でも大丈夫かも。この真ん中が強いんですよ、ヒカキンさん。このここの4つ重なってるところが強くて。そうなんだ。どっか壊れても。本当は壊れてない。これがめちゃめちゃ強い、こう回避力もあって。 めっちゃ強いなこれ。あ、根元崩されてますね。でもどうだろう、耐えれるか。根元大丈夫です、大丈夫です。いいですね、根元打たれてるけど。でもこれなかなか当たらないので。うちの建築大丈夫。ヒカキンさん、こっち来てください。撃たれてます、そこ。あ、大丈夫です、はい、修正します、修正します。こっちです、こっちです。あ、そうか、これ被弾しないのか。そうなんですよ、そうなんです。スカスカっていっちゃうんだ。やば、強すぎじゃんこれ。これ強すぎなんです。あとはヒカキンさん、やば、フロッパーの準備と回復の準備です。お願いします。あ、死んだ。ヒカキンさん、これを取ってください。頑張ってください。頑張ってください。建築もしてください。あ、やばい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 。ちょっと待ってよ、お前もやめろよ。こっちです。よし、オッケーです、オッケーです。あとはお願いします。あとは回復耐久してください。で頑張ってください。頑張ってください。魚の技術で。10年やってます、この道。ヒカキンさん、行けます。行けます。そこなんですね。あ、そこです。ちょっときついな。食べてください。あ、フロッパを、はい、頑張ってください。お願いします。食べます。食べてください。もう一回です。頑張ってます。いける。なんかでも耐えてる人がいるな。やめてください。いける。耐えてください。食べます。
では撃たれないんだよ。じい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 、すげえ、行きましたね。強い、なんという余裕これが最強の、壊せないんだ。そうなんです、強い、アミアミ剣じゃなかった。これが多分僕が考えた一番最強の天空だと思ってます。これ10回やって8回ぐらいうまくいきそうですよこれやっぱめちゃくちゃ強いです。強い、最強の。これ3回でやった方がいいねてかこの天空作ってから一発、そうですね、そうですね、うわ、いやワンチーム、ワンチームです、ワンチームです、やべワンチーム、うわ嬉しいワンチーム皆さんグッドボタン高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。俺ここどうすればいいんだろうチャン、概要欄にヒカキンさんの一歩も動かずビクロを取るチャレンジと SNS、Twitter のフォロー、ヒカキンさんはミルダムもやってます。はい、ありがとうございますどうしようそうですね、僕のチャンネルでは地獄のようなチャレンジの動画が上がってると思うんで僕は震えてますのでぜひお互いのね、チャンネルを登録していただけると嬉しいです。ということでよろしくお願いします。バイ、バイ